皆さん、こんにちは。ゴシップ大好き、ネクストネーション TV です。今日のトピックは、河合奈保子の名曲ベスト10。では早速、レッツゴシップ。河合奈保子は、1980年代を代表する、アイドルの一人として、日本の音楽シーンに、その名を刻みました。彼女のデビューは、まさに時代の風を、感じさせるものであり、その純粋で透明感のある歌声は、多くの人々の心を捉えました。デビューからわずか数年で、彼女は数々のヒット曲を生み出し、音楽番組やコンサートでの、パフォーマンスを通じて、多くのファンを魅了しました。この名曲ベスト10では、河合奈保子の音楽の魅力を、多角的に紹介し、彼女のキャリアを象徴する、楽曲を厳選しました。彼女の楽曲は、青春のみずみずしい感情や、恋愛の喜びと切なさを、巧みに表現しています。これらの楽曲は、当時のリスナーにとっては、懐かしい思い出であり、同時に新しい世代のリスナーにも、新鮮な感動を与え続けています。河合奈保子の音楽は、単なるアイドルソングにとどまらず、深いメッセージと豊かな感情を、伝える作品として評価されています。彼女の歌声に込められた、温かさと切なさは、聴く者の心を優しく包み込み、時には励まし、時には癒しを与えてくれます。このベスト10を通じて、彼女の音楽が持つ普遍的な魅力を、改めて感じていただければ幸いです。順位に関しては、全くの独断と偏見ですので、ご了承ください。では早速、見ていきましょう。第10位、愛してます。愛してますは、シンプルでありながらも、力強いラブソングです。河合奈保子の純粋で透き通った歌声が、愛のメッセージを、ストレートに伝えており、聴く者に深い感動を与えます。この曲は、彼女のデビュー当初の、フレッシュな魅力を、存分に引き出した作品として、多くのファンに愛されました。第9位、ヤングボーイ。ヤングボーイは、デビュー間もない頃の、河合奈保子の初々しさが、感じられる楽曲です。ポップで明るいメロディーが特徴で、若さゆえの無邪気さや希望を、歌い上げています。この曲で彼女は、多くの若者の支持を得て、アイドルとしての、人気を確立しました。第8位、17歳。17歳は、青春の甘酸っぱさを描いた、ポップソングで、10代の若者たちに、強い共感を呼びました。河合奈保子のフレッシュな歌声が、青春の一瞬を生き生きと表現しており、リスナーに青春時代の思い出を、呼び起こさせました。この曲は、彼女のアイドルとしての、地位を確立する重要な、作品となりました。第7位、疑問符。疑問符は、ミステリアスな雰囲気を持つ楽曲で、歌詞には恋愛における疑念や、戸惑いが描かれています。河合奈保子の歌声が、曲の持つ不確かさや、不安感を見事に表現し、聴く者に強い印象を残しました。この曲は、彼女の多彩な表現力を示す一曲です。第6位、アンバランス。アンバランスは、アップテンポで、リズミカルな楽曲でタイトルの通り、恋愛における不安定な感情や、揺れ動く心情を描いています。河合奈保子のしなやかな歌声が、曲の持つダイナミックな、感情を巧みに表現し、リスナーを引きつけました。この曲は、彼女の新たな一面を見せた、作品として評価されています。第5位、ラブレター。ラブレターは、純粋な恋心を、ストレートに描いたラブソングです。シンプルでありながらも、心に残るメロディーと、直球な歌詞が特徴的です。この曲は、河合奈保子の優しくも力強い歌声が、恋のときめきを、余すことなく伝えており、リスナーに強い感動を与えました。第4位、喧嘩をやめて。喧嘩をやめては、切ない恋愛模様を描いた、バラードです。この曲は、竹内まりやが、作詞作曲を手掛けており、複雑な感情を繊細に表現しています。河合奈保子の感情豊かな歌唱が、曲の持つドラマティックな、世界観を際立たせ、聴く
く者の心に深く響きました。この楽曲は、彼女のアーティストとしての、幅広い表現力を示す一曲です。第3位、夏のヒロイン。夏のヒロインは、夏をテーマにした爽やかな、ポップソングです。この曲は、青春の一瞬を切り取ったような、ノスタルジックでありながらも、エネルギッシュな、雰囲気を持っています。可愛なお子の明るい歌声が、夏の開放感や若々しい、エネルギーを見事に表現しており、夏の定番ソングとして、多くの人に親しまれました。第2位、スマイルフォーミー。スマイルフォーミーは、以前よりコンサートで、披露していた曲で、ファンからの熱い要望により、レコード化されました。この曲は、彼女の元気で伸びのある、歌声が最大限に活かされており、リスナーに安心感と、幸福感を与えました。リリース当時、多くのファンに愛され、彼女の人気をさらに押し上げる、一員となりました。第1位、エスカレーション。エスカレーションは、可愛なお子の最大のヒット曲であり、彼女の音楽キャリアを象徴する一曲です。この曲は、軽快なリズムと、キャッチーなメロディーが特徴で、1980年代のアイドルポップスの、典型と言えます。歌詞には若者の恋愛や、成長過程の葛藤が描かれており、多くの共感を呼びました。彼女の澄んだ歌声と、エネルギッシュな、パフォーマンスが印象的で、当時の若者たちに、強い影響を与えました。いかがだったでしょうか？可愛なお子の、名曲ベスト10を振り返ることで、彼女が音楽史に与えた、影響の大きさを再確認することが、できたのではないでしょうか？彼女の楽曲は、時代を超えて愛され続けるものであり、世代を問わず多くの人々の、心に響き渡ります。それは、彼女の楽曲が、普遍的なテーマを持ち、深い感情と共感を呼び起こすからに、他なりません。このベスト10を通じて、彼女の音楽がいかに多様で、豊かなものであるかを、感じ取っていただけたなら幸いです。可愛なお子の音楽は、今後も色あせることなく、多くの人々に、愛され続けることでしょう。彼女の音楽が、これからも多くの人々の、人生に寄り添い、心の支えとなることを、心から願っています。彼女が残した名曲の数々は、これからも多くのファンに、新たな発見と感動を、提供し続けることでしょう。可愛なお子というアーティストが、生み出した音楽の素晴らしさと、その影響力の大きさを、改めて感じながら、彼女の楽曲を、楽しんでいただければと思います。今日の動画はここまでです。もしこの動画が気に入ったなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんのコメントお待ちしています。また、お会いしましょう。ありがとうございました。バッハハイ。